世の中にはさまざまなかっこいいジャズがありますが、今回紹介するアルバムをですね、心の底からかっこいいと思える人は相当にかっこいい人だと思いますね。素晴らしい感性をお持ちの人だと思います。さて、今回紹介したアルバムはですね、ピアニストアンドリュー・ヒルの「ポイント・オブ・ディパーチャー」っていう作品ですね。これはブルーノートから出ているアルバムで、1964年の3月21日に録音されています。参加ミュージシャンはですね、アンドリュー・ヒル、リーダーでピアノですね。で、ケニー・ドーハムがトランペット、エリック・ドルフィーがアルトサックス、フルート、バス・クラリネットで参加してます。で、ジョー・ヘンダーソンがテナー・サックスで、リチャード・デビスがベースで、トニー・ウィリアムスがドラムス。当時18歳です。すごいですよ。本当18歳でああいうドラム叩いちゃうんですからね。本当もうびっくり、口あんぐりって感じですけど。で、このアルバムにはエリック・ドルフィーが参加していまして、私もこのエリック・ドルフィー聴きたさで買ったアルバムなんですけど、おとすげえあって、もう打ちのめされちゃいましたね。ちなみにエリック・ドルフィーはこのレコーディングをして3ヶ月後に亡くなってしまっています。また、同じブルーノートレベルにこのアルバムを吹き込む、このアルバムのレコーディングに参加する1ヶ月前に、アウトトゥーランチっていうリーダー作を吹き込んでますね。このアウトトゥーランチっていうのも、これはまた素晴らしい、かっこいいアルバムなんですけどもね。これにもトニー・ウィリアムスが参加しているんですけど、トニー・ウィリアムスすごいですね。すごいセンスの持ち主だなってでも常々思いますね。で、このアルバムはですね、もちろんアンドリュー・ヒルのとても重たい、ちょっと抽象的なピアノ、なんとも形容しがたい不思議な雰囲気を醸し出す、ちょっとなんか暗い未来を暗示するようなピアノっていうんですかね。それも存分に楽しめるんですけども、やっぱり個性的な管楽器奏者が3人も参加しているということで、私は特にエリック・ドルフィーに注目して聴いていた時期が長かったんですけれども、とにかくケニー・ドーハムの参加っていうのも意外とミソだったりもするんですよね。ドリフィーとか、あとテナサックスのジョー・ヘンダーソンに比べると、明らかに先輩格で、スタイル的にもちょっとハードバップど真ん中世代なので、古いスタイルの持ち主かと思いきや、意外とマッチしてるんですよね。このジョー・ヘンダーソンとかエリック・ドルフィーと感性にうまく溶け込んでいるような気がします。というのも、ジョー・ヘンダーソンっていう人を見出して、で、さらにデビューのためのお膳立てを整えた人がケニー・ドーハムなので、若い人の感性もきちんと理解できる人だったんでしょうね。何せジョー・ヘンダーソンをブルーノートの「ページワン」っていうアルバムがあるんですけどもね、それにお膳立てをし、で、さらに「ブルーボサ」って曲まで作曲したのケニー・ドーハムですからね。で、自分自身もその「ページワン」のアルバムに参加したりとかして、かなり可愛がってはいました。だから、ジョー・ヘンダーソンのこのスタイル、感性わかる先輩なので、とても柔軟な感性の持ち主だったんでしょうね。だから、ジョー・ヘンダーソンといえば、もう黒々としたテナー、トグロを巻くようなテナーをもうブリブリ吹くタイプの人なんですけれども、それで、ブリブリといえばエリック・ドルフィーも、特にバスクラなんかもう、本当ブリって吹いて、すごい迫力ある世界なんですけれども、この迫力あるこの2人の管楽器奏者にうまくトランペットが溶け込んでるんですよね。この肩の力が抜けた、ちょっと哀愁漂うような旋律がとてもいいバランス対比を成しているので、個性的な3人の本奏者が美しく溶け合っていて、この個性的な本奏者3人の演奏も楽しめるアルバムということで、もちろんアンドリュー・ヒルのピアノも楽しめますし、面白いというかユニークな曲ばかり、ユニークなアンサンブルなので、それも楽しめますし、で、さらに管楽器奏者の演奏も楽しめると、もう一粒で、とか一枚で三粒おいしいアルバムだと思う。三粒じゃない、三度おいしいアルバムだと思いますね。で、エリック・ドルフィーの個性が生かされるのって、こういうこのアルバムに収められたような楽曲なんだなーってつくづく思いますよね。あとは1ヶ月前に録音されたアウトトゥーランチで、ちょっと幾何学的というんですかね、スタンダードとはちょっと違う、ちょっと陰鬱なムードが漂ってる曲だったりとか、あと変拍子の曲だったりとか、スタンダードという既存の、耳慣れた流れの枠では捉えきれないような枠組みの中でこそ、エリック・ドルフィーは縦横無尽に管楽器を奏で、それで飛翔していくんだなってことをまざまざと思い知らされるアルバムだと思います。特にね、エリック・ドルフィー、スタンダードをやってるとやっぱり浮いちゃうんですよね。それはそれで浮いてるところもかっこいいんですけれどもね。例えばベルリンコンサーツで「4月の思い出」とか吹いてますけどね、ピアノとかトランペッターはオーソドックスなハードバップな演奏なんですけど、ドルフィーだけめちゃくちゃ浮いちゃっているというね。あとジョン・コルトレーンとね、ヨーロッパのツアー
回ってる時も、まあ、コルトレーンだってかなり進んだ演奏してるんですけれども、さらにもう次元を超越した演奏しちゃってるので、やっぱりなんかオーソドックスっぽい曲をやっているとどうしてもドルフィーって一人浮いちゃったりとかもして、必ずしも演奏はめちゃくちゃ素晴らしいんですけれども、アンサンブルとしてこう溶け合ってるのかっていうような視点で見るとドルフィーだけの一人舞台になっちゃうということが多かったりもするんですよね。ところがこういうね、あのポイントオブディパーチャーに入っているような曲だったりとかね、ドルフィーのオリジナルで固められたアウトトゥーランチのようなナンバーですと、非常にうまくドルフィーがその楽曲曲奏に溶け込んでいて、なおかつあのすごいアグレッシブな演奏も楽しめると思うので、これはドルフィーを聴くにもいいアルバムだなと個人的には思っていますね。でジョー・ヘンダーソンもね、こういう曲こそ威力発揮しますよね。まあ、もちろんジョー・ヘンの演奏するスタンダードなんかも私好きですけど、ね、例えばインビテーションとかなかなかいい味出していますけれども、やっぱりちょっと独特な癖のある節回しのあるジョー・ヘンダーソンはやっぱりストレートな吹き方じゃないですよね。やっぱりね、独特なこう吹き方があるので、それにマッチするのっていうのは、まあ、既存の手垢ついたスタンダードナンバーよりもこういうちょっと先進的な先鋭的な曲の方が合ってるような気がしますね。でじゃあこのアルバムの中でおすすめ曲1曲だけ上げろと言われたら何を上げるのかというと、まあ、全部上げたいんですけど、1曲目のリフュージーなんかもとてもいいんですけれども、個人的にはデディケーションでしょうね。最後のラストの曲、こうノスタルジックな雰囲気を醸し出してるんですけれども、常にこの不安な空気感が漂っているスローテンポの曲なんですけれどもね、なんていうかな、この絶望のバラードっていうんですかね、映画音楽なんかに使えそうな気がします。近未来を描いたこう核戦争とかで滅んだみたいなね、そういうなんかテクノロジーが進みすぎて管理の行き届いた社会の中に漂う人間の恐怖とか孤独みたいなものを描写するような音楽にふさわしいような気がして、それが1964年に録音されているんだから、もうすごいですよね。もう何とも形容しがたい素晴らしい楽曲であり、演奏もすごいんですよ。このバスクラリネットドルフィーの、もう本当不気味で美しい、不気味美しいバスクラリネットですよね。なんていうんですかね、ノスタルジックでありながらも未来的であるっていう、過去と未来を行き来する、まるでこうね、それを媒介するタイムマシンのようなバスクラリネットなんじゃないですかね。でさらにトニー・ウィリアムスのドラミングも素晴らしいんですよね。リズムをまあもちろん刻んではいるんですけれども、ちょっと SE 的なサウンドエフェクト的な効果も盛り込んでいたりとかもして、もうなんかこのデディケーションって曲そのものがもう一つのなんか未来の光景を描写した一つのパッケージみたいな感じに聞こえてしまうんですよね。まあ、もちろんアンドリュー・ヒルの思いたいピアノ、なんか霞がもやがかかってるようなね、一見捉えどころのないようなピアノがね、当時の他の例えばハードバップのピアニストとはまるで全然違う楽器を演奏してるんじゃないかと思わせるようなピアノなので、まあこのデディケーションだけでも聴いてほしいですね。本当に不思議な雰囲気であり、で知的な雰囲気も漂わせ、なんか恐ろしい精神的な暴力の世界でもありと、このポイントオブディパーチャーってアルバムは、アルバム全体がなんかこう不思議なもやに包まれた不穏な空気に包まれていつつも、やっぱり各人のソロも素晴らしいという、なんていう奇跡的なバランスが取られたアルバムなんだろうといつも思いながら聴いています。ということで今回はかっこいいジャズということで、ピアニストアンドリュー・ヒルのリーダー作ポイント・オブ・ディパーチャーというアルバムを紹介させていただきました。興味を持った方はぜひお聴きになってください。ということで最後までお聴きくださいましてありがとうございました。